じゃあさあ、2日間集中ワークショップのご説明をさせていただきます。2日間ワークショップはですね、2.5 時間を2日間に分けてやります。それは週に分けてね、週に分けてやる時もあるし、土日連続でやることもございます。 2.5 時間ですので、まあ、ちょっとねボディに入れて頭の中を整理しながらできるというのがおすすめな点でございます。講師は私、世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしております、スーパーパントマイム伝道師のシスターひろみがさせていただいております。内容はですね、まず1日目、1日ね、デイワンはですね、パントマイムの仕組みをまず知ります。パントマイムってどういうことなんだろう、演劇とパントマイムとダンスの違いは何なんだろう、ここをねまず知っていただきます。これを知った上で、パントマイムの特徴を知った上でやった方がね、もう理解が早まりますので、おすすめです。おすすめっていうか聞いといて、ここを聞いといて。はい、そして2つ目です。2つ目はですね、ムービングといって、じゃあパントマイムをよりよくできるようにするためにボディをねどんな風に動かしたら表現力アップできるんだろうかっていうことを知ってきます。このね、ボディの可動域を増やすっていうことをやります。それが2つ目、ムービング。そして3つ目はですね、ベーシックといって、ボディの仕組み、基本的な仕組みを知ります。で、1つ目大きいところはボディの状態、そして2つ目はボディの機能。ボディに状態があるんだよ。何状態って、状態ですよこれ本当ね、言われないと気づかないんです。ほぼそういうことを意識しないで日々私たち生きてますので、これを知るとですね、それを見せるときにね、人をお客様に見せるときにですね、その状態を意識してやるとやらないではもう大違いなんですよ。もう結構重要、本当言われないと分かんないから、これちょっと学んでいただきたい。そして機能ですね。機能はボディの基本的な仕組みとか動き方とかね、いろいろあるんですけど、そこを知ってきます。これで1日目はここまでね、その3つ、パントマイムってなんだろうと、ムービングとベーシック、ここまでいきます。で2日目、ちょっと宿題がねちょっと出たりなんかしますよ、これも楽しい。はい、そして2日目はテクニックということで、テクニックの中でも押される運動、押す運動、引かれる運動、引く運動ね、この仕組み、これ、まあ、大体押す運動と引く運動さえ分かっていればもう結構ね、いろんな動きに全体的に応用できるので、ここ重要。そして最後は壁ですね。壁どういう風にやるのかなっていう、壁もねすごい重要な点があってですね、それなかなかねワークショップに来ていただかないとお伝えしにくい。でこれを知るのと知らないのじゃ大違いですから、それをワークショップではあなたにお伝えしておりますので、ぜひぜひいらしていただければと思います。はい、そしてその壁のパントマイムやって、その後2日間ので学んだことの成果を発表する作品タイム、作品発表タイム、あなたがお作りになるってことだね。初めてのパントマイム作品はあなたがお作りになる、わー素晴らしい、これをやります。でその後シスターの作品をご覧いただくタイム、これもすごいですよ。パントマイムってね、舞台表現でやっているものがをシスターはね結構専門でやってまして、そこをね一回体験していただく、それをご覧いただく、まあ、シスターのキャラがねガラッと変わりますけど、そこは驚かないで驚かないで、はい、というもんです。そう、それで全部が終了。2日間だね、 2.5 時間、でこれはですね、まあ1日ワークショップは4時間のコースがあって、それと内容的にはほぼ一緒なんだけど、やっぱり4時間だとね結構ね頭もパンクしてくると思いますので、ご近所にお住まいの方は 2.5 時間で2日で分けた方がね取り組みやすいと思いますので、こっちの方がおすすめ。4時間の方は遠方にお住まいの方で、ちょっとね日帰りしたいなっていう方は朝 やってきていただいて4時間学んでお帰りになるって、日帰りコースもできますので、そっち1日コースは遠方の方におすすめ、2日間は、ご近所の方でちょっと頭整理しながら順を追って学ぶっていうことのを
がいいなっていう方におすすめです。はい、ではお好きなワークショップを選んでね、ぜひぜひいらしてください。はい、ではあなたにお会いできるのを楽しみにしてます。ごきげんよう。